様、おはようございます。キスチャガです。2020年12月の7日月曜日、朝の5時59分です。おはようございます。久しぶりに、ドライブの予習の動画やっていきます。本日のドライブの予習、0120番、120本目の動画になるかと思います。大阪を出発しまして、目的地2軒ございます。小浜西まで行って、2軒目の配達が敦賀なんで、ちょっと北陸の方に今日は行くんですけれども、どうしようかな。舞鶴道周りで行きます。まあ、大阪出発なんであれば京都縦貫道を通ると、舞鶴道を通るより30分ぐらい早いかなみたいなことになるかもしれませんが、今日は舞鶴道をお伝えします。途中でね、小浜西で一旦降りて配達行きますので、ノンストップで全線というわけにはいかないんですけれども、つなげますよということでお伝えしながら、一度敦賀の方までお伝えしようかと思います。よろしくお願いします。でね、まあ3時間以上の長い動画になってしまうので、途中、そうですね、結構な区間2倍速でやるかと思います。はい、ではちょっと時間がもったいないので一旦切らせていただきます。はい、皆様おはようございます。キスジャガーです。2020年12月7日月曜日、朝の6時46分になりました。おはようございます。改めましておはようございます。出発は大阪の、堺出発ということで、5時59分とか、まあそれぐらいの時間帯に、真っ暗な状態、まだ日の出に、なる前の真っ暗な状態で少しだけご挨拶したんですけれども、1時間弱ぐらいで一応神戸ジャンクションの方までやってきました。中国道神戸ジャンクションです。30.5キロポスト、神戸ジャンクションまで 600m、 この一番左の色が変わってる車線、あれが、山陽道新名神、そちらの方に出します。中国道、舞鶴道方面行かれる方はこのまま右側から3車線、私のいる車線までが中国道、舞鶴道ということになります。山陽道、新名神ご利用の方は左の色の変わっている方の車線にお進みください。神戸ジャンクションです。神戸ジャンクションは 31.3キロポスト、6時47分です。赤松パーキングエリアまで 7.1キロ、赤松パーキングエリア越えますと1キロほどで横川ジャンクションということになります。横川ジャンクションで、舞鶴若狭道と中国道に分岐いたします。私は今回舞鶴若狭道でまず小浜西まで行きます。小浜西行って配達行って、その後また小浜西から乗って今度敦賀まで行って、敦賀の配達先でこの2軒で今日は終わりなんですけども、まあ、久しぶりにね、舞鶴とか小浜とか敦賀とか何ヶ月ぶりやろうっていうぐらいのあれなんで、ちょっとうろ覚えが たくさんあるんですけれども、お伝えしていきたいと思います。まず、神戸三田まで4キロ、横川ジャンクションが7キロ、舞鶴98キロ、中国道そのまま進みますと広島まで345キロとなってございます。キロポスト 32.9 キロポストかな、ちょっと薄かったんで33キロポスト、 33.1、 どんどん数字増えていきます。この 33.2 このキロポストの数字は中国道吹田インターから出発地点が
吹田インターじゃないかと思います。あそこが吹田が0キロかと思います。で、まあ、下関の方まで行くとおそらく450とかそれぐらいあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、神戸ジャンクションを越えまして神戸三段の手前で 33.6 キロポストですね。キロポスト読み上げはまあそういうことです。まあ距離が必要な方はあのキロポスト私の読み上げてる分参考にされる方よろしいかと思います。まあ時間もね、あの時刻も読み上げてます。どれぐらいの所要時間かかるっていう参考にされてください。赤松パーキングエリアが4キロ、どこやったかな、21キロ中国道このまま21キロ行くと赤松の次のパーキングエリアがあって、そしてなんだっけ、上荒川は舞鶴若狭道のパーキングであれが8キロ先かなということになっております。およそ2キロメートル先、神戸三大インター直進です。はい、神戸三大インター2キロ先にございます。赤松パーキングエリアは 3.8 キロ先、そして横川ジャンクションが 5.2 キロ先となっております。私のあの、この距離の読み上げですが、あの以前よりもあの精度が上がっております。あのカーナビが最新型になりまして、ちょっといらんこともたくさん言うんですけれども、細かく目先の情報をあの表示されるので役に立つかなという気はしております。ちょっと見にくいんですけど、情報量が増えすぎてしまって肝心の道路が、ね、ちっちゃい画面になってしまって、高速道路何キロ先で何時頃到着みたいな、そんなこととか、まあね、欲しい情報がありゃいいんだけれども、もうちょっと地図を大きく写してほしいんですけどもね。はい、神戸三田インターは、六甲北有料道路かな、まあ、そちらの方に接続して、まあ、六甲の方に行ったりします。直進です。看板が出てきました。赤松パーキングエリアまで2キロです。赤松パーキングエリアはガソリンスタンドがないっていうだけで、あの敷地自体はかなり大きくてですね、あのご利用される車かなり多いかと思います。まず、神戸三田インター出口 36.8 キロポスト6時52分です。神戸三田インター入り口左からの合流になります。37.1 キロポストで、6時52分変わらず、中国道は制限速度80キロです。はい、もう間もなくあと1キロほどで赤松パーキングエリアがございます。赤松のね、パーキングエリア下り線の方は何があったかな、あ、デイリー山崎か、焼きたてパンね、まあ普通のコンビニのお惣菜パンとまた違って焼きたてパンというのがデイリー山崎でございます。およそ 2km 先、横川ジャンクション左方向です。左レーンを進みください。はい、もう私が言う前に全部言われてしまうんですけれども、横川ジャンクションがあと 2.3 キロぐらいかな先にございまして、一番左車線、私が今走ってる車線、ここから左に分岐していきます。舞鶴若狭道、横川ジャンクション2キロ、横川5キロ、舞鶴若狭道舞鶴まで92キロとなってございました。はい、赤松パーキングエリア入り口左手です。38.6 キロポスト6時53分、舞鶴若狭道入りましたら、こっからね、小浜西までまず113キロあるんですよ。1時間半ぐらいかかるか、2時間かかるね。私のペースで2時間かかります。なので舞鶴若狭道は申し訳ないですが2倍速でやらせてください。
川ジャンクションまで1キロ、高松パーキングエリアからの合流左手 39.3 キロポスト6時54分です。結構きつい下り坂です、ご注意ください。中国道岡山広島山口方面ご利用の方は右側一番右と真ん中車線、そちらの方に行ってください。一番左車線は舞鶴道に分岐しましたらもうその先 500m ぐらいで左車線はなくなってしまいます。中国道ご利用の方は右側一番右か真ん中にお進みください。舞鶴若狭道ご利用の方は一番左から左に分岐していきます。ここです、40キロポスト、分かりやすいですね。40キロポスト6時55分横川ジャンクションです。舞鶴若狭道に入っていきます。工事されて道路きれいになりましたね、だいぶありがたいですね。この辺ガッタガタやったんですけどね。でもまあ全部やったわけではないのか。草もね、これ左側は私走るんやけどもすごく生い茂ってて、ミラー当たるぐらいの生い茂り方してたと思うんですが、刈り込まれていい感じになっております。うわー、ガタガタやな。ガタガタなのと、トラックがちょっと足回りが柔らかいんですよ。新車なんですけれども、本日はイスズの、トラックです。トレーラーではございません。はい、左から合流があります、ご注意ください。何キロポストや、0キロポストなんですけどもね、 0.3 キロポストです。横川ジャンクションが0、敦賀の方に向かって走っていきます。上荒川パーキングエリアまで1キロ。はい、ではこの辺りでちょっと2倍速に切り替えさせていただきます。はい、2倍速でお伝えします。三段西3キロ、三段笹山口22キロとなっております。上荒川パーキングエリア 1.3 キロポスト6時56分です。左車線の合流は上荒川パーキングエリア 1.7 キロポスト。舞鶴若狭道は制限速度80キロです。途中で、まだ工事が終わってないでしょうから、1車線の区間が何か所かございます。1車線の区間は70キロになるかと思います。三段西インターまで2キロ、舞鶴若狭道敦賀舞鶴方面行き制限速度80キロです。西インター出口 4.3 キロポスト6時59分です。すぐに左側井口合流6時59分変わらずで 4.6 キロポスト、三田西インター井口合流 4.8 キロポスト。もし、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日現在の、私のチャンネル登録者数220ぐらいかと思います。ありがとうございます。ちょっと読み上げが早くなりますよ。丹南笹山口16キロ、春日30キロ、福知山53キロ、舞鶴83キロです。現在 6.4 キロポスト7時1分になりました。6.6 キロポスト、日の出が先ほど6時半ぐらいでしたね。まあ今ちょうど朝日がものすごく眩しいんですけども、進行方向は朝日の方じゃないので眩しくなくてよかったです。7.4 キロポスト、かなりきつい下り坂、ご注意ください。
南南笹山口まで14キロ、錦サービスエリアまで17キロ、春日インターまで28キロです。8.4 キロポスト。錦サービスエリアは、冬の間、注意規制などある場合は、本線を封鎖して、錦サービスエリア内でサントレスやタイヤチェーンの所持を確認する天文のようなものがあったりします。錦サービスエリア越えますと、しばらくガソリンスタンドがございません。ご注意ください。春日インターからは、北近畿豊岡道、分岐いたします。北近畿豊岡道で、和田山豊岡方に行くことができます。10キロポスト、7時4分です。このキロポストは、横川ジャンクションからの距離です。横川ジャンクションが0、通過の方に向かって数字増えていきます。10.5 キロポスト、意識サービスエリアまで15キロです。足に入ります。カーブと下り坂ご注意ください。霧がかなりきつくなってまいりました。100メーターほど先走っています。ワンボックスの車も霧で見えないぐらいとなってきました、ね、今霧がきつい時とか吹雪の時とか視界が悪い時はご注意ください。キロポスト77分。サービスエリアまで10キロです。春日インターまでは20キロです。小浜西インターまで 95.5 キロ。第1トンネル820メーター7時12分です。毎日若さもこれぐらいの高速を
がございます。阪南笹山口まで 2.5 キロです。ガソリンスタンド営業時間朝7時から夜22時、錦サービスエリアのガソリンスタンドの時間です。錦サービスエリア5キロ、武藤部パーキングエリア30キロです。錦サービスエリアまで5キロ、阪南第二トンネル 500m 21キロコスト、笹山口インター 22.8 キロコストかな、7時14分ごめんなさい、22.3 キロでしたね。左手阪南笹山口インター入口合流は 22.7 キロコスト7時15分、錦サービスエリアまで2キロ、これ超えますと北陸道米原方面157キロ、160キロほど先までガソリンスタンドございません。春日インター13キロ、福知山30キロ、舞鶴66キロ先でございます。24キロポスト7時16分、この辺りから舞鶴まで約1時間ですね。山まで29キロ、25キロポスト 25.2 キロポストで錦サービスエリア入口左手です。7時17分、この先左手の合流があります、ご注意ください。 25.9 キロポスト7時17分、錦サービスエリアからの合流6キロポストです。宇都部パーキングエリア23キロ先、福知山インター27キロ先、小浜西まで85キロです。27キロポスト第一トンネル2361m、 ややこしいんですけれども、丹波第一トンネルと丹南第一トンネルと似たようなところがございます。4%、 かなりきつい下り坂、ご注意ください。この辺りから上りに変わります。
キロポスト7時23分この下り坂は 3.3% きつい下り坂です。3.3% に変わります。坂がきつくなってまいりました。 33.3km ポスト春日インターまで 2.3km ほどです。春日インターは、分岐がございます。春日インター出口と北近畿豊岡道分岐いたします。北近畿豊岡道をご利用になれます。春日インター、春日ジャンクション合流7時26分変わらずで 36.7km ポスト福知山まで 16.4km 綾部まで 26.6km です。16km、綾部26km、舞鶴52km です。 37.8km ポスト7時28分パーキングエリアまで10km です。ヒガオムトンネル336m、 福知山まで13km、 綾部まで23km です。 40.5km ポスト7時30分になりました。3.4%。6.4km、 福知山インターが 10km、 綾部インターが 20km 先です。小浜インターまで 67.7km、
丹波第二トンネル1400キロポスト、福知山市に入ります。福知山インターまで8キロ、綾部インターまで18キロです。下り坂 3.7%、3キロ、綾部パーキング24キロです。47キロポスト。引き続き長い下り坂 3.7%、きつい勾配になっております。宇都部パーキングエリアまで2キロ。神戸パーキングエリアがちょうど50キロポストあたりにあるかと思います。3.2% です。宇都部パーキングエリア7時38分、 49.8 キロポスト、50キロポスト。この先左側乗り換えです。ご注意ください。 50.3 キロポスト、7時38分、宇都部パーキングエリアからの合流です。1キロポスト。福知山インターまで2キロです。福知山インターは国道9号線におります。インターまで1キロ。まもなく右側車線がなくなります。ここから制限速度70キロに変わります。53キロポスト、 53.2、 53.3 キロポストあたり、7時41分、福知山インター出口。福知山インター入り口合流、 53.6 キロポスト。舞鶴若狭道は2車線の区間が制限速度80キロ、1車線の区間は制限速度70キロです。
ご覧いただけますでしょうか。工事をしております。この工事が終わりますと片側2車線かと思います。綾部まで8キロ、京都縦貫道まで 12.5 キロとなってございます。綾部インターを過ぎたあたりに、綾部ジャンクション京都縦貫道を運いたします。京都方面お越しの方、そして宮津方面、天の橋立方面ご利用の方、京丹後方面ですね、綾部ジャンクションから京都縦貫道がご利用いただけます。 56.7 キロポスト7時44分、右手ご覧ください。壁の向こう、もうすでに新しい道路がかなり出来上がっております。前方トンネルご覧ください。まだ開通してるのかどうかな。右手の新しい城を見えてるトンネル、あちらの方が開通いたしますと、この辺りも片側1車線となるかと思います。現在まだ工事が終わっておりませんので、対面通行片側1車線ということになっております。この辺りもトンネルが新たにもできているようです。被災地トンネル側、もうだいぶ新しい道路工事が進んでおるようです。右で分かりにくいかもしれませんが、アスファルトがもう張られております。完成が待ち遠しいですね。60キロポスト7時47分、横川ジャンクションから60キロ来ました。綾部インターまで2キロです。綾部ジャンクションまで6キロです。綾部パーキングまで 8.7 キロです。62.3 キロポスト7時49分、車線の区間制限速度80キロです。63.6 キロポストあたり7時50分、綾部インター出口、綾部インター入り口合流64キロポスト7時50分、変わらず。綾部ジャンクションが4キロ、舞鶴西が12キロ、舞鶴が26キロ、
下り坂、4% の下り坂です。京都縦貫道宮津方面行きは霧の種、制限速度50キロに規制されておりました。この辺りも大変霧がきつくなってまいりました。よく見えませんね。綾部ジャンクションです。7時54分、68キロポスト。綾部ジャンクション合流、 68.6 キロポスト、7時54分。綾部パーキングエリアまで2キロ、舞鶴西が7キロ、舞鶴東が 17.4 キロです。69キロポスト、7時55分になりました。この辺りでだいたい堺を出発してから2時間ほどです。70キロポスト、7時55分。綾部パーキングエリア入り口、70.5キロポスト、7時56分。70.9 キロポスト、綾部パーキングからの合流、71キロポスト、7時56分。舞鶴西まで5キロほど、舞鶴東が15キロほど、舞鶴、18キロ、小浜西が40キロでございます。72キロポスト、7時57分。73キロポスト、熊谷枕トンネルが 2240m、 このトンネル出ますと右車線がなくなります。ご注意ください。舞鶴若狭道は2車線の区間が制限速度80キロ、1車線になりますと70キロとなります。舞鶴西出口まで 2.2 キロ、75.5 キロポスト。ここから70キロに制限速度下がります。8時ちょうど、あずさ2号、76キロポスト、舞鶴西インター出口、対面通行ですので制限速度は70キロ。この辺りは福知山と違いまして工事している形跡がないので、2車線になる予定はないのかもしれません。77キロポスト、8時1分です。舞鶴東まで9キロ、舞鶴まで12キロ、大井赤浜まで 22.3キロ、小浜西まで 33.7 キロです。あと30分ほどで一度小浜西インターを降ります。舞鶴東9キロ、大井高浜22キロでした。78キロポストを超えました。8時2分です。
79キロポスト8時3分前方の山が明るく照らされてながらも霧に包まれております。ちょっと綺麗ですね。80キロポスト8時4分中国道横川ジャンクションから80キロやってまいりました。80.7 キロポスト追い越し区間対面通行に戻ります。あと300メーターほどで右車線がなくなります。81.6 キロポスト8時5分右車線がなくなりました。制限速度は70キロ。82キロポスト8時6分下り坂が 4% 2キロ続きます。首長トンネル280メーター83キロポスト 4% の下り坂が残り1キロです。まで 2.5 キロ84キロポストこの辺りで下り坂終わりです。一番下トンネル980メーターは国道27号の近くの県道に出るかと思います。舞鶴東インター出口 86.4 キロポスト8時9分です。87キロポスト舞鶴東インター入口合流 87.5 キロポスト8時10分舞鶴パーキング2キロ、加藤パーキングが25キロです。大井高浜インターが12キロ小浜西インターが 23.3 キロ先加藤パーキングエリアが 24.5 キロ先でございます。88キロポスト超えました。夜光がかなり眩しいですね。この朝日に登ってまあなしということでかなり眩しいんだと思います。霧と朝日とこう、ね、重なりますと非常に綺麗は綺麗なんですが視界が大変悪くなります。ご注意ください。舞鶴パーキングエリアまであと1キロこの辺りの制限速度は70キロです。大井高浜11キロ、小浜西22キロ、鶴岡が77キロ、全部その目で来ましたね。 89.3、89.4、 89.5 キロポスト8時12分舞鶴パーキングエリアです。90キロポスト超えます。 90.1 キロポスト左から舞鶴パーキングエリア合流8時13分三国岳トンネル1100メーター
西インターまで20キロ、加藤パーキングエリアまで 21.5 キロ、小浜インターまで32キロです。小浜西と小浜インターの間が約12キロあるようですね。福井県に入りました。92キロポスト、高浜町です。8時14分、 3% の下り坂、ご注意ください。93キロポスト、8時15分、チェーン着脱場、左手ございます。3% の下り坂、関谷トンネル740m、ジャンクションから100キロこのまま出ておりました。100キロポストです。 100.1、 100.2、 100.3 キロポストあたりで開いてから大井高浜インター合流、8時21分、 300m 先、右車線がなくなります。101キロポスト、小浜西、91キロ、小浜が22、鶴ヶが66です。またその目で揃えてまいりました。石山トンネル、1090メーター。
釜西インターまであと8キロほどです。一度小釜西インターで降りて約3ところでよろしくしてまいります。まだ引き続き小釜西から乗り直して鶴ヶの方まで行きたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高崎トンネル 440m 104キロポストあたり8時24分です。パーキングエリア5キロ、味方5個、パーキングエリア32キロと書いてございます。108キロポスト8時28分です。小浜西インターまで3キロ、飯盛山トンネル、何メーターかちょっと見れませんでした。100枚かな。小浜インターまで2キロ、8時29分になりました。110.5キロポスト8時30分になりました。小浜市に入ります。111キロポスト111.3キロポストで小浜西インター出口8時31分です。この先 1.2 キロほどで加藤パーキングエリアがございます。これ危ないな、ご注意ください。この放流とか全然距離がないところで放流になってました。ご注意ください。一度動画切らせていただきます。料金所越えて、出てくる交差点が国道27号線になっております。ではまた後で撮影再開いたします。失礼します。皆様おはようございます。キスジャガーです。2020年12月7日月曜日9時30分です。おはようございます。動画の方再開するんですが、小浜西インターから、ね、再開すればいいんですけれども、ちょっとこの橋景色が綺麗だなというか、まあまあ綺麗なと思ったんで、ちょっと手前から再開いたします。まあ、すぐね、国道27号線ちょろっと走るとすぐ小浜西インターになりますので、また先ほど中断した小浜西インターから舞鶴若狭自動車道、敦賀の方に向けて
再開したいと思います。よろしくお願いします。一軒荷下ろししてきたんですけどもね、4分の1ぐらいしか荷物下ろしてないんで全然軽くなってないんですよね。重たいまんまです。こんなとこ寄って、ね、あの一夜干しかなんか干物買いたいな。福井とかね、こっちの方やったらサバとかいいかもしらんね。1本1000円ぐらいするけどね、あの油乗ってるあのトロトロのサバ、ああいうのお買い物して帰りたいんですが、もう一軒ちょっと敦賀の方配達急ぎますので仕事に戻ります。はい、まあね、別にあのちょっとぐらい買い物2、30分止めたっていいんですけど、まああれです、お財布の懐事情というのもありまして、泣く泣くここはスルーしたいと思います。速度超過を検知しました。安全運転を心がけましょう。はい、国道の27号線速度50キロ。あのね、このカーナビね、何が腹立つって、制限速度50キロの道路を例えば51キロとかになったら、今みたいにね、速度超過を検知しましたとか言ってものすごい言うてくるんですよね。そんなんいちいち言われたらね、ちょっと道路走れないですよね。おまわりさんでも止めないよみたいな、その速度超過言うかなみたいな。カーナビ新しくなったんですよ、うちの会社は。全部データは新しくないんですけれども、機械が新しくなったんですよね。今までしょっちゅうフリーズしてましたからね。はい、なんとまあ工事中でして、片側交互通行のようです。道が綺麗になるね、よかったね。これ道路、国道27号線、まあ道路が古い割に交通量むちゃくちゃあるんで、まあガタガタっていうよりは綺麗になってくれて嬉しいですね。この道路のすぐ右手には電車の線路が1本だけ、線路が単線ですね。この辺り海水浴場2つありましたね。私あのインター降りてからこちらの方来るまで、ここの海水浴場がなんていうのかな、見えない、小川海水浴場、当然あのもう12月7日なので寒いので泳がないようにお願いいたします。海水浴場、まあまあ綺麗な砂浜っぽいやつが、砂浜が見えております。およそ700メートル先、右方向です。右折レーンがあります。高浜町から小浜市の方に入ったんですけれども、どうなんでしょうね、この辺の産業といえばもう原発と釣りというか漁業みたいなやつとで海水浴くらいですかね。あら、もう一個海水浴場あったと思うけどな、見落としましたね。まもなく起こす右方向です。その先300メートルで入り口です。はい、舞鶴若狭道に戻ります。この信号を右
道27号線、これまっすぐ行っても敦賀の方に行くんですが、まだあと41キロあるんで、時間がもったいないので高速乗ります。小浜西インターの入り口です。続いて小浜西インター入り口です。その先60メートルで料金所です。島と書いてます。舞鶴福知山方面、左側が敦賀方面で北陸道方面ですね。
33分。小浜インターまで4キロほどです。インターまで2キロです。今富トンネル810メートル、
方五湖パーキングエリア 8.2 キロ、若狭三方インターまで 10.2 キロ、若狭三浜インターまで 17.2 キロです。若狭三方っていうのと三浜っていうのがあるので掛け合わせてご注意ください。若狭町に入ります。 131.9 キロポスト9時55分、132キロポスト若狭上高出口、132.2 キロポストあたり。132.7 キロポスト若狭上高インター樋口交流、9時55分です。舞鶴若狭道制限速度70キロです。この辺り下り坂です。鈴ヶ岳トンネル720メーター、このトンネルは上り坂になってますね。よく見ないと分かりませんが、あの上ったり下ったりします。トンネルを出ると下り坂、深田五湖5キロ、若狭深田7キロ、若狭三浜14キロ、鈴鹿が33キロでしょうか。3キロ先に追い越し車線、まだしばらく1車線が続きます。相模トンネル1270メーター、トンネルに入ると上り坂、鶴田方面行きはトンネルに入るたびに上り坂ということが渋滞が起きやすいかもしれませんね。速度データご注意ください。36キロポスト9時58分、三方五湖パーキングエリア3キロ、杉津パーキングエリア38キロ、安城が51キロ、佐古トンネル920メーター、このトンネルは下り坂です。五湖パーキングエリアまで2キロ、三方五湖パーキングエリアはスマートインターになっているようです。12メーターを超える大型トレーラーご利用できません。ご注意ください。138キロポスト10時になりました。浜トンネル150メーター、139キロポスト三方五湖パーキングエリアです。景色がいいな、ここで休憩してもよかったな。三方五湖パーキングエリア交流 139.7 キロポスト10時1分、若狭三方 1.5 キロ140キロポスト木山トンネル140メーター若狭三方まで1キロ、国道27号に出るようです。三方インター出口 141.3 キロポスト10時3分、若狭三方インター入り口合流142キロポスト10時3分、八幡山トンネル2420メーター、
敦賀17キロ、米原62、福井が76です。美浜町に入りました。 144.8 キロポスト、145キロポスト、10時6分です。中国道から145キロということです。きつい下り坂、そしてきつい上り坂が見えています。ご注意ください。
岩戸森トンネル 1750m。 あと5分ほどでこの動画終わりたいと思います。トンネルの間にカメラまた2台から切り替えます。はい、通常の速度に戻しました。大変長い動画になったんではないでしょうか、ね、走行距離、走行時間がかなりしております。まあ、この0120番このドライブの吉野動画いかがだったでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録の方とグッドボタンお願いします。チャンネル登録は本日2020年12月7日月曜日、本日現在で220ほどかと思います。一応目標1000名の方にチャンネル登録いただきたく思っております。まあ、YouTube 的にYouTuber という認定がね、1000名超えないと認定されませんので、私は YouTuber ではないんですよ。 今現在220名ほどでは YouTuber ではないんですけれども、 YouTube に動画を投稿し続けてるおっさんという、まあ、そういう分類かと思います。はい、敦賀ジャンクションまで 2.5 キロですね。159キロポスト10時18分160キロポスト超えたあたりで敦賀ジャンクションかと思います。中国道から北陸道まで約160キロということですね。帰りはどっから帰ろうかな。北陸道から名神に出て帰りたいんだけれども、ちょっとあんまり走らないのでこの辺り、帰りもまた舞鶴道、今度はノンストップで全線中国道まで160キロ一気に走ろうかなと思います。ちょっとカメラの調子にもよるんですけどもね、電池もなくなってきたし、そしてちょっと暖房かけて、ちょっと寒いんでね、暖房かけてるんで、これ、ね、熱を持つとまたプチプチ切れてしまうので。はい、中郷トンネル 1040m のトンネルの先 200m ほどでしょうか、敦賀ジャンクションございます。およそ 2km 先、敦賀インター左方向出口です。敦賀ジャンクションがあと1キロほどで、敦賀インターがあと2キロほどか。敦賀ジャンクション 700m の看板が出てまいりました。はい、10時20分になりました。 161.3 キロポスト、敦賀ジャンクションです。およそ1キロメートル先、敦賀インター左方向、敦賀出口方面、出口です。はい、敦賀ジャンクションです。 161.3 キロで舞鶴若狭道終わりまして、北陸道に入ります。この先合流があります、ご注意ください。まもなく左方向、敦賀出口方面、出口です。はい、北陸道制限速度80キロです。北陸道福井、石川、富山、新潟方面、
制限速度80キロ、 46.1 キロポスト 46.2、 この46キロっていうのが名神の米原のジャンクションからかと思います。はい、46.3 キロポストぐらいかな。10時21分です。北陸道敦賀インター出口。合流が距離がないのでご注意ください。敦賀インターの料金所でした。料金は2460円。まもなく左方向舞鶴大津方面です。うわ、看板いっぱい書いてるな。フェリー乗り場敦賀赤レンガ金ヶ崎城跡、3つぐらいしか読めませんでした。はい、はい、このまま国道8号線の方に入ってまいります。ちょっとね、鶴が配達行ってくるのでまた帰り撮影するかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今の10時23分です。いつも長い動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。失礼いたします。